帝を包帯し天下に号令する力を持った曹操だが、彼の居場所は未だ戦中にあった。華北に強大な力を築きつつある名族袁紹、全国の玉璽を手に入れ自ら帝を称した袁術、圧倒的な力を持つ二人が曹操の隙を虎視眈々と狙う。さらに帝という宝玉に群がる狼たちも数知れなかった。そして今曹操は激戦の最中にいる。相手は袁の地に立った長州。戦いは悪雷転移の活躍もあり曹操軍が優位に進めていた。受け入れていただき、曹操殿には大変感謝しております。ささやかな宴ですが、護衛の方もどうぞ。あんたが曹操殿の護衛ね。これはまたえらく迫力のある御仁だ。怖い顔だ。俺の褒め言葉がお気に召さなかったかな。何か？ささ、お召し上がりよ。格別なんてたくましい方。あら、やだ私ったら。入場を許された人間はごくわずか。加工殿や巨著もこの城にはおらん。何事も起こらなければよいのだが。ふん、これが長州の答えか。簡単に降伏するとは思えなかったがな。うちの兵はこれしかいねえのか。申し訳ございません。兵士の方々にはご遠慮いただいております。本来なら皆様をお招きするべきですが、何分戦の後で物資が足りないのです。そりゃ大変なこった。なんならわしも外で待ってるぜ。様からの合図だ。曹操の兵を残らず打ち取れ。なんだ、どうなってやがる。
悪雷はおるか。殿、さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、ここは光れば。いっちゃ上がりだぜ。長州が出し抜きやがったってことですかい。角とかいう男の入れ知恵であろう。悪雷、すぐにここを脱するぞ。バカにした。何があろうと殿をお守りします。こっちだ、追い詰めろ。かかれ、奴を逃がすな。そうそう、貴様の首はこの俺がもらった。誰にも来ない。まずいな、ここにも火の手が。早くしねえと逃げられなくなっちまう。お、なんだこいつは。悪いずらしやがって。お前ら、ここから生きて出られると思うな。消えましたぜ。油断するな、まだ他にも仕掛けがある。チッ、また敵が増えなくて、すべて巨長がいるやな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。あれは悪雷、火炎に気をつけよ。今度は怒砲だと。念入りなことよ。悪雷、指揮する者を撃ち、怒砲を奪え。でかした悪雷、怒砲を使い、あの像もろとも敵を一掃せい。悔しいが、ここは光れば。これも核が仕込んだ罠か。フン、やりおるよ。かかれ、奴を逃がすな。長年蓄えた知恵をもってお相手いたそう。誰でも来ない。父上、ご無事でしたか。
次週か。この指揮を脱線は並ぶ。アクライと共に敵将を打ち払え。父上の活路は私が切り開きましょう。この命を賭して。カコウトンらも異変に気づいていようが、場外に出ねば合流は難しかろうな。父上、この先は危険です。私が道を開きますゆえお待ちくだされ。アクライ、騎士と共に道を開け。我が知略に勝とうなど。天衣殿、父上を頼みましたぞ。師匠、言ったか。行くぞアクライ。師匠の命無駄にはできん。そうそう、まだ生きておったか。悪運の強いやつよ。だがここまでだ。貴様らの命運はすでに尽きておる。逃げ切れるなどと思うなよ。そうそう、もてなしの最中にお帰りとは無理だな。初めて殿に会ったときは、なんてむちゃくちゃなお人だと思いやした。でも、巨女の嬉しそうな顔を見て思ったんです。ああ、この人の作る世の中が見てみてって。うわー！天衣！あれだけの火を受けて立っているとは、人間か？撃て！ここは死んでも倒さねえ。さあ早く逃げてください。詫びは言わぬ。お主の願いしかと受け取った。曹操逃がすな。早く馬で追え。殿の作る世の中をみんなに見せてやってくだせ。悪い巨匠、一緒に畑を耕すのはまた今度だ。